はい、染まったんですけど、ブリーチのダメージからか毛先がちょっとこう引っかかってますね。血が通らない状態、ここがギュッて引っかかっちゃってる。で、今日やるのはエクステをつけたいから、エクステでワンレンみたくしたいということなので、そのエクステのベースを作るカットをやりたいと思います。あまりそういうカットの動画ないと思います。エクステのベースを作る、はい、で前髪をこう流したいというふうにモデルさん言ってるんですけど、なんか前髪が生え方なのか、なんかこっち流れてくれないんですよ。なんでモデルさんいつもこっちにアイロンで流してるということです。はい、長さが2番ぐらいかな。短いもんね。あんまり気にないで流していく。はい。じゃ流れをちょっと作るために、R2 セリングでちょっとこっち側を切っていきますね。こういう風に少し、なじましていって、R 状になじましていきます。カットラインが今つながってないので、まあ流れないので。まあそれでもね、多分流れづらいと思うんで、ショーバルでいきます。ショーバルである程度曲げて、それから注ぎますね。ちょっと目閉じてください。ショーバルは指を入れて、ここに指を入れて閉まらないようにしてやります。まあこれ長さ多分切りたくないと思うんで、今度ショーバル逆側使ってやります。今度は、T2 セリングで10% 以下の T2 セリングで、ちょっと取っていくんですけど、ちょっとここに曲げたいので髪の毛が硬くて曲がらないんで、ちょっと折り目をつけるのに中にちょっとセリングを入れます。中側からセリング入れてって、少しこっち側からですね、奥に入れてって曲がるように、髪の毛に折り目をつけていきます。こういう感じ。それでも多分ね、流れないと思うんで、それはもうコテ使うしかないかなって思ってます。この場合もう硬いんで髪の毛がなんで、ちょっとそういうのもいいかな。これポイントがあって、実は多分ここでバングとサイドって分かれてると思うんですけど、この延長線上の中だけ削いでつなげた方がもっとシャープにここなって、よりいいと思うんで、表面側に削ぎは入れないんですけど、大体取り方としては、まあ、他の動画でも言ってるんですけど、グッて噛んだ時にここら辺の筋肉がこう出ると思うんですよね。そこの筋肉のところをちょっと一回取ります。こういう感じで大体人それぞれちょっと骨格が違うんですけど、そこを取って、この目尻のこのエンドラインですね、前髪のエンドラインに持ってきます。でこの時に引っ張っちゃうとカットラインがすごく上がっちゃうので、もうノーテンションで自然に落ちる位置ですね、このエンドラインの落ちる位置の中側ちょっと長めのところにセニングをちょっと入れて、中でつなげるんですね。で表面はつながってない状態を作る。そうするとちょっとシャープになってつながりが綺麗になるので、つながってないけど何気にここが横、前髪横っていうのが繋がることによってもうちょっとナチュラルな感じになりますね。ここが自然、ちょっと自然になってる。はい、そういう風にそれが小顔効果になったりとか、可愛いラインができますん でこちらもやっていくとしたら、この噛んだ時にグッて出るこの骨格のラインに合わせて取っていくんですけど、ここですね、このラインの、この時絶対引っ張っちゃダメなんで、ノーテンションでこのエンドライン、このエンドラインの裏側を取っていきます。その時にはセニングは絶対 10% 以下のもので取らないと、かなり危険なので 10% 以下のセニングで取ります。でここのエンドラインのところに全部入れちゃわないで、毛があったらこれ半分だけですね、4回セニング入れました。左右同じぐらいですね。これだけで、表面のところのふたつきは出ない状態で中がつながるので、ここがシュッとこうなってるのが何もしていない。結構違うでしょ。そういう風にカットだけで使えると思います。
ことはもうここはもうこれつなげるために無理やりここに R を入れてって無理やりつなげていく丸くしていくしかないかな。これはないんだよね、なんかブリッジのせいか取りやすく、これ実はなってきてるんですよ。取れますかね、肩の方とか。だけどアイロンちょっと入れないと、ちょっと無理っぽいんで、ちょっとアイロン入れます。で、この一番角とかを本当丸、この何ミリかなんですけど、ここを丸くすることによってより綺麗なラインが作れるんで、はい、お疲れ様。はい、帰りました帰りました。そうなんですよ、僕が一番練習してるんです、実はオーナーなのにオーナーなのに、オーナーが練習してるっていう、この偉いでしょ、偉くないですかどうでもいい。そうそう、今プライベートが 10点ですからね、今のね、仕事ばっかりです。で、こんな感じにちょっと流れやすくなったのかなと思います。で、今日のカットはもう、いろんな方法でカットしていくっていうよりも今日は本当にあまり方法はないです。なぜかっていうと、例えばスクラッチで束感を出していったりしてもエクステ馴染みづらいし、エクステに馴染みやすいカットっていうのは、あのこの今日このスタイルを作るっていう問題じゃなくて、エクステ用にカットしていかないとダメなんで、デザインを作るって感じでは今日は正直ないと思います。で、だから余計にスライドカットだったり束感を出すカットだったりとか遊ばすカットだったりとかっていうのが逆にマイナスに動いてしまうので、逆に今日めっちゃ簡単ですね。で、10% 以下のセニングでカットしていくんですけれども、なるべくカットラインを殺していくっていうことでいいと思うんですよね。で、カットラインが出てることによってエクステつけた時に段差ができちゃって上と下みたいな感じになっちゃうんですよ。それが一番良くないんで、その段差をまず分からなくするっていうカットなんで、もう普段僕あんまりこういう切り方しないですけど、もう今日は特別にエクステ用のカットなんで、まずバーコード、昔よくやってたんですけど、バーコードスライドって言って、バーコードでこういうスライドカットやったりとかしたんですけど、こういう風にまず毛量を見ます。で、エクステつけた時に、この辺の毛量ちょっと少ないんで、ちょっと落としてもらって、ちょっとこの辺が表面がちょっとね、多分重さが残ってるんで、ここがまあ障害になってくるかなと思うんですけど、ただ表面削いちゃうと、パサついちゃうんですよ。なので、そこら辺は、この辺はもうね、この量ってあんまり取らない方が今後いいんで、表面の方の毛先だけちょっと取るぐらいかな。で、エクステの根元の方はあんまり削ぐと、エクステ編み込みの場合つけづらいんで、シールとかだとまた別ですけど、なんでそこはちょっと避けていただいた方がいいかなと思うんですね。で、こういうところは取って、なるべくちょっとこの辺だけを毛先だけ取るという感じの、あ、ごめんなさい、大丈夫ですか。結構シンプルな、キャス取れた、大丈夫です、取れた、そう、キャッチは、あ、取れた、大丈夫、大丈夫です、大丈夫です、はい、気をつけてくださいね。で、今毛量見えてますでしょうか。で、このポイントとしては一つ真ん中ぐらいから出ていく、ほんとベーシックな感じです。これを表面入れちゃうと、でも表面ここ入れちゃうとパサついちゃうんで、表面取らないところは真ん中入れて、あと表面の方はその2分の1のところを入れていく感じです。分かりましたでしょうか。真ん中入れたら、あと表面の方をちょっとなじませていく感じ。はい、簡単ですね。この辺もちょっと取れそうなんで、真ん中、表面これ取ってないですね。表面の重さ残してますね。ここは危険なので、毛先だけちょっとなじませるんですね。これが一番いいです。真ん中やったら毛先を
はい、真ん中1回セニング入れたら 10% のやつ、今度真ん中じゃなくてさらにこの2分の1のところをちょっとぼかしていくね。これぐらいがベストです。バーコード見てこういう感じであのカットラインを、ただこれだけだとまだカットラインが出るんで、さらに、もう一個方法があります。超簡単ですよね。結構まだスタイリスト成り立ての人とかは結構使えると思うんですよ。これ普通のカットでも使えるって言ったら使えるので、これ見ながらやっていけば、お客さんに説明しながら、今日ここが軽いですね、ちょっとここは速度悩みましょうとか説明しながら、まあ、できるんですよね。昔僕やってるお客さんですけど、そうするとお客さんはそうですねみたいな感じで納得するんで、ここが軽いんでここは速度悩みましょうかとか言ってできるんで、ただこれが削ぎ率 20% とか 30% でやるとバッツバッツ穴開いちゃうんで、そこは絶対やめた方がいいですね。削ぎが 10% 以下のソッティングでやらないとすっげー危ないです。本当は持ち方がいいけど、あんまり素直はいいかもしれない。切る切ってもいいね。あ、すぐ揃えたい。もしあれだったらもう下でライン作らないで、もうスイミングとかでぼかして切るぐらいの方が絶対、本当にチョップとかやっちゃってもライン出るんで、本当にぼかしてこの辺を 横で引っ張って切るとかの方がいいですね。こういう感じの方が下で合わせちゃうと結局ラインが出ちゃうんで、まあこんな感じで長さは合わせてね。まあ、取った時ね、長さ違うのもちょっと変ですからね。でこの辺はちょっと下でセニングでちょっとぼかして、これは今 R2 セニング使ってるんで 10% じゃないんですけど、まあ、この辺とかはちょっと合わせていただくぐらいでいいかなと思います。で、ここがもうポイントなんですけど、ヤスリがけですね。髪の毛をもっとなじましていかないとエクステつけた時になじまないんで、ここで必要なのがこのダイバルタンですね。ダイバルで髪の毛をまず結構動画だと分かんないんですけど、すごい縮れてる毛が多くて、それが結構が気になってたんですけど、それをダイバルでヤスリがけしていくことによってなじみやすくなるんで、エクステ自体に。で、まあ、ほとんどカットはもうこのカットぐらいで終わりです。正直今日はこれでもう馴染ましてって、カットラインをなくして、でもまあ短いですからね、まだ襟足の方が、これ多分ちょっと X つけづらいですね。特に顔周りが今ちょっとチリチリなので、ここが前髪からのつながるラインをヤスリがけこうしてあげるとすごく綺麗になってくるんで、でダイバルタン今発注してるんで、多分今数がちょっと少なくて3、4丁ぐらいが届くかなと思いますんで、早めに、ちょっとカートを見といてください。ちょっと入れちゃったらまた次時間かかっちゃうんで、なんか今在庫がちょっとなくて少し今時間かかるかもしれないですね。今発注してるんでもうちょっとしたら来ると思うんですけど、まあ上の方はあんまりエクステ多分つけないんで、そんなに、なんでまあ上の方をいかになじませるかがポイントなんですよね。このトップとかあんまつけないと思うんですよね。まあ、シールとかつけるかもしれないけど、多分途中からつけると思うんで、上をなるべく存在をなくすというか、
繋がってるように見せないとダメなんで、上の人を。なのでここをいかに馴染ませるかがポイントかなと思います。で、さっき削いだラインもこれで馴染んでくれるんで、全体的に。だから、削ぎをまた馴染ますっていう意味の最後のヤスリ分けというふうに思っていただければいいと思います。で、ダイバルタン結構エクステの、そう、エクステと馴染ます時にも結構これつけたとかもめっちゃ使えるんで、結構エクステサロンでもダイバルは使えると思います。で、何が違うかっていうと、このここのさっきこうガサってなってたのが、ここに丸さの R が入ったことが一番の違いで、これ削いだからっていうよりも髪に柔らかくなってるんですよね、ガサガサを取った。なんでこの R が出やすいってことはイコール馴染みやすいってことですね。さっきだと強制ないやん、エクステつけてもバサッとなっちゃってる状態なんで、これだとこれが馴染むんでやりやすい。触ってもらってどうですか？すごい変わりました。あ、変わったでしょ。変わりました。結構違うよ。なんか、あまりにも黒のストレートだとあまりにもちょっとピンクがないので、ちょっと巻いて終わります。なんとなくもうちょっと寂しいんで巻いてみたんですけど、ここからヘナジェルでちょっと崩します。ヘナジェルとあとちょっとオーガニックワックスで、シークレットのワックスとヘナジェルで崩していきます。で、ヘナジェルで5プッシュ崩していきます。どちらもオーガニックなので、このまま寝れるというか、感じで。